みなさん、こんにちは。スワリンちゃんのしほとりんみです。はい、というわけで今回ですね、なんと今回はテレパシー企画ということでこれがあるんですけど、今回はねハンバーガーテレパシーチャレンジをやっていきたいと思います。ということで前回ね前回はタピオカ、タピオカやったっけ。やったよね。なんかボトルとかやったやった。タピオカやってとか、あとね寿司ローやって スライムやって、スライムもやったんだ。ケーキやった。一番最初にケーキやったんだもんね、確かね。ケーキリミの誕生日、そうだ、リミの誕生日ケーキをテレパシーで作りましたね。今回はハンバーガーということでね、はい、まずこちらのバンズですね、うん、こちら2種類から選んで、次にどうしよう、リミの希望で一応じゃあ次がレタスがいいってことなのでレタスも用意しました。これは入れたい人だけ入れる、まあ、見栄え的なもので一応用意したんですけど、今回のテレパシーチャレンジの中の項目には含まれません。はい、はい、じゃあ次、じゃあさ、入れるか入れないかは、うん、テレパシーしないと。そう、テレパシーしません。だから勝手に取って、勝手に取ってセルフサービス、真ん中に置いておくのでセルフで取ってください。じゃあね、次はねレタスの次にハンバーグ、まあ、レタスはセルフサービスなんですけど、ちょっとねもうハンバーグは普通にセーバーやってるのです、いません今回一応片方が照り焼き味です。赤が照り焼きで、普通の、うん、あのオレンジはチキンハンバーグ、普通のやつね、うん、特製ソースだし、うん、この2種類から選びます。次にね、チーズ、こちらチェダーチーズとスライスシール、うん、普通のね、まあ、とろけるチーズね、そう、そんな感じの2種類から選びます、はい、で最後かな、うん、最後ソースをケチャップとマヨネーズのミックスしたやつか、本当にマヨネーズだけのやつかで選びます。はい、こんな感じですかね。そうだね、 4種目というか4種目ですね。はい、はい、じゃあ早速もうやっちゃうよ。やった。今日はね早く作って食べたいんですよね。早く作って食べましょう。はい、ということでね、はじめにバンズを用意してこちらを選びたいと思います。はい、もう簡単だよね、これこっちでよくない。ほら、これ、私これです。決まりました。どっち？しーちゃんこっちだけだと、こっちにします。リミこっちにしたかった。じゃあリミこっち、うん、こっちも美味しそうだけどね、なんかこっちかなと思って。はい、じゃあ次ハンバーグ、次レタス、レタスつける、レタス入れる、つける、入れる、入れる、はい、もう勝手に入れていいの？うん、いいよ。これいいかもしれない。こんな感じ？うん。すごいはみ出てるけど、あ、切るなとかね。切るな。はみ出していいんだよ。はい。なんか、ね、できた。めっちゃ入っちゃ入れちゃった。うん。いい、黙ったの。うん。はい、ということでね、あのレタスをね乗せたということで、次にハンバーグ行きたいと思います。はい。はい。私も決まってます。リミは、はい、じゃあ一つを脇にお皿からちょっと出して、その中に出しちゃいましょう。ハンバーグお皿の上に、そうそうそう、のっけ、うん、じゃあ乗っけてください。はい、決まった人はね、やぶぶぶぶ、しゅべるしゅべる、あんあんすべるすべる、あん大丈夫ですか。お、いいじゃん、ぴったりじゃないですか。ダメーない。伸びてるの？ハンバーグさ、うん、思ったんだけどさ、うん、見た目じゃさ、どっちか分かんない気がする。そうなのよ、だからわざと袋から出さないで置いておきました。え、ほら、2つね。はい、じゃあ次行きます。はい、はい、はい、というわけで次はチーズなんですけど、これももう決まってます、絶対こっちです。こっち、はい、じゃあ乗せてください。ママがなんか笑ってた。なんか溶けてる、ちょっとね、とろけ具合、溶けてる、うん、ちょっとね、とろけた方が美味しいから、ちょっと焼いた、うん、あの他の食材の熱で勝手に柔らかくなりました。あ、すごい。でもほら、冷蔵庫から出したばっかりの硬いからさ、かちょっとやりづらいけど、こっちの方が絶対美味しいから。本当？頑張って、本当？頑張る、うわー、べちょべちょ
高。頑張れ。もう絶対いいじゃん。これ絶対美味しいよ。うん、しかも自分で作ったからね。そうね。飛び出てるちょっと。うん、じゃあレタス飛び出てるとこ切って。ミニもうちょっとこっち側に。すごいでしょ。すごいすごい。すごいでしょ。しもちゃん大丈夫。レタスがボロ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 入れすぎた。最後マヨネーズとシャーキチャップとマヨネーズ。そうだよ、最後ソースを選んで終わりね。ちょっと待って、最後にかけるの？最後にかけよう。いいじゃん。どう？うん、大丈夫ですかしおちゃん、うん、次行ってもよろしいですか？いいよ。なんかレタスがすごいことになってますけど大丈夫大丈夫、レタスぐらいはい、ということでね、チーズやった後なんで最後ソースをね選んでいきたいと思います。はい、いいのって。いやもう私これしかないんですけど、これにします。いい？いやたっぷりのタグ美味しいよ、りみちゃん。りみちゃん全部どちらもいいよ。うん、辛くないです。多分たっぷり。マヨネーズしなしなだ。マヨネーズしなしなだ。マヨネーズしなしなだ。うん、聞こえちゃった。え、でも両方マヨネーズ入ってるから一応。ちょっと、うん、マヨネーズとケチャップ入ってる。ケチャップも。すごいね、みんな。もうやばい。めちゃめちゃ塗るもんじゃないんだけど、ソースってペチャってこの上にポンって置いて終わりなんだよ。そうなの？見て、楽器ができた。ちょっと、ダメ。楽器とかやめてくれる。はい、じゃあもう。そうだったの？そうだよ。もういいんじゃない？二人とも。もうめちゃめちゃ。だってママがたっぷり塗ってって言ったの。塗ってって言ったんだよ。塗ってっていうか、こう、置いてってこと？塗ってって言ったんだよ。わかったよ。じゃあ乗せていい？はい、乗せましょう。せーの、シャー。はーい。あ、よく、いいよ、意外といいよ。じゃあこれで完成だね。完成ですね。完成。どう、リミちゃん？でもいいんじゃない？うん、本当はね、トマトとかも乗せようと思ったんだけど、もうリミちゃん嫌いなの分かってるので。もうめちゃくちゃいいよ、これ。いい感じ？うん、あのね、マックで出てきそう。うん、二人とも美味しそうだね。食べたい。めっちゃ美味しそう。はい、じゃあちょっと待ってね、最後答え合わせしますよ。はい、結果発表ですか？いいですか？結果発表いきますよ。はい、どうぞ。5、4、3、2、1、じゃじゃーん。あー、待って。でもこれかバンズからして違う。バンズ違いますね。だってマックといったらこれじゃん。まあ朝マックとかこっちなんだけど。リミは朝マック派？マックのメニューで朝マック派？朝マック派だよね、絶対。うん、なんで？朝のメニューのバンズじゃん、こっち。そうなの？そうだよ。そうだよ、これ朝で、これが昼。そう、マックで言うと、こっちが朝マックで、こっちが昼夜。え、そうなの？そうだよ、うん、朝マック派だね、リミは。私、昼夜派なんだよ。はい、じゃあまあちょっとバンズはブルーでした。だってこれ食べてみたかったんだもん。そうなのね。好奇心旺盛だね。はい、じゃあ次行ったのが、まあ、レタスは2人とも挟みました。次見て、べちゃべちゃでしょ。ハンバーグ。これじゃ分かんないね。ね、しほちゃんは汚くてすいません。汚い。これ見せるしかないね。リミちゃんは、次チーズ。チーズ。チーズ。チーズ入ってるの？入ってるんですよ。チーズは見れば分かるよね。見れば。どう？色。同じ。同じ。同じでーす。はい、じゃあ最後。今のところバンズ以外は揃ってます。そっか。うん。最後はソースです。ソースはじゃあピロンってめくればいいか。うん。せーの。これは二人ともマヨネーズっぽいですね。マヨネーズです。マヨネーズ。はい、揃いました。イエーイ。当たってない。それ喜んでんの？はい、じゃあ終わりました。やった。やったって言った。早いよ。結果バンズ以外はみんな一緒でした。いただきます。はい。私のレタスがさ、すごい飛び出てる。お皿にちゃんとじゃこぼれないように。え、もう食べていいの？いいよ、もう食べてる人いるもん。それやって。二人とも照り焼きバーガーだね。そうだね、照り焼きバーガーにしたかったの、うん、そっか。リミもなんで怒られなきゃいけないの？いただきます。おいしい、めちゃくちゃおいしい。
美味しいって言ってるけど、実はまだレタスしか食べてない。本当だ。美味しいですか？めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいよ。めっちゃ美味しい。なんでなんふんにゃん。すいません。でもしーちゃんの感想がめっちゃ美味しいだったかも。しーちゃんの感想もめっちゃ美味しいだったかもしれない。マネージャーに知ってるもん。知ってるもん。はい、というわけでね、あとは美味しく食べたいと思います。はい、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。それでは、バイバーイ。食べてるだけの人いますけど。グミペア。